こんばんは、筑波大学のアランヤです。これはプログラミングチャレンジ第5回グラフパート1。で、まあ、前のビデオではグラフの基本と、まあ、ベーシックな問題を説明しました。これからもう少し、難しい、グラフの問題を説明します。これはアーティクレーションポイントとアーティクレーションブリッジの、認定の問題ですね。まず、まあ、この問題の定義を見てみましょう。あるグラフ G に対しては、頂点 VI がアーティクレーションポイントと言われる。それは VI がなければ G がアンコネクトになる。例えば、このグラフの中に、この頂点がなければ、このグラフがここにアンコネクテッドになります。同じくこの頂点もなければこのグラフがアンコネクテッドになります。一方、この頂点がなければ、グラフがアンコネクテッドにならないから、この頂点があとそのグラフ、そのアーティクレーションポイントではないということです。ブリッジが、アーティクレーションポイントと同じなんですが、エッジに対しての話ですね。このエッジ IJ がなければ、このグラフがディスコネクトとなります。このグラフだと、このエッジとこのエッジがブリッジと言えます。ですね。一つを、あと、注意してほしいところなんですけど、これがブリッジなんですが、この青の頂点が、そのアーティクレーションポイントではないんですよね。この青の頂点がなければ、グラフがディスコネクティブにならないから、アーティクレーションポイントではないです。では、これはどんな問題でこれが出てくるんですかね。例えば、あるグラフに対して、あと、いらないノードですね。いらない頂点が確認する。まあ、この頂点がなければいいですね。この辺がなければいいですね。ですね、そういうふうな問題が、よくアーティクレーションポイントとブリッジの定義が必要です。あと、逆に、そのあるグラフが弱いから、その、ディスコネクトにならないために、辺とか頂点を追加したい。で、どこでこの辺とか、どこでその頂点を追加して、このグラフ強くなるのか。それは、例えば、アーティクレーションポイントを見つけて、そのアーティクレーションポイントがアーティクレーションポイントにならないために、他の頂点を入れることですね。あと、なんかその、コンピュータネットワークを考えると、どこがボトルネックですよね。どのコンピュータが、リブートされたら、このネットワークが動かなくなるか。それも、なんか、アーティクレーションポイントの話となります。で、アーティクレーションポイントが、まあ、これは探索問題の考え方ができますですね。例えば、DFS か BFS を実行して、コネクテッドコンポーネントの数を数えるですね。例えば、前のグラフが一つのコネクテッドコンポーネント。で、すべての頂点 N に対して、その頂点を抜けて、で、もう一度コネクテッドコンポーネントをカウントする。もし、このコネクテッドコンポネントの数が増えたら、あの V が、アーティクレーションポイントになる。ですね。この1、2、3ですごい簡単なアルゴリスムなんですけど、このコストが O of V の2乗プラス V。なんでかというと、すべての VI に対して、DFS、BFS をやってる。ですね。だから V の2乗プラス V。これはまあ、どこは解けるんですけど、実はもっと早くて、O of VE のアルゴリスムがあります。それはこれから紹介します。これはタージャン法っていうですね。タージャン法が、深さより探索で、O of V プラス E で、つまり深さより探索 DFS 以下で、アーティクレーションポイントとブリッジを、検知ができます。ですね。タージャン法の主なアイディアが、この2つのデータです。
なんか DFS をやりながら、これをキープします。DFS num が、DFS の中でこの頂点がどいつビジットしましたかですね。あとは DFS low が、DFS がここで始まった場合ですと、どの頂点に戻ることができますかですね。つまり、この、例えば、ここから始めて、で、DFS やって、で、DFS やって、で、ここから行くと、先だけで行けるか、それとも上に戻るか。上に戻るなら、この点がアーティクレーションポイントにならない。なんか、どこかで戻れるかですね。で、この点から戻ることができな、できなければ、じゃあ、この点がなくなると、この戻れないところが全て別のグラフになるので、これはアーティクレーションポイントとなります。ですね。では、これを見てみましょう。で、これをキープすると、アーティクレーションポイントと、ブリッジの除菌はこれです。U と V の2つの頂点に対しては、low V が numU より大きければ、U がアーティクレーションノード。ルートの場合だと特別なケースなんですけど、それは後でなんかチェックします。で、UV に対しては、low V、U より大きければ、EUV がブリッジです。では、この vertex、このグラフを見てみましょう。このグラフは0から DFS を始める。で、0から DFS を始めると、DFS num が0。ここは DFS num が1。ここは DFS num が2。DFS num が3ですね。なんか DFS が0、1、2、3、4、5。で、num がこの通りですね。0、1、2、3、4、5。で、0の DFS ローが、まあ0が一番近くできるのが0です。1の DFS ローが1ですね。2の DFS ローが2。なんか戻るノードがないからですね。4の DFS ローが4。3の DFS ローが3ですね。なんか戻ることができないから。4の DFS ローが4。で、5の DFS ロードが5。で、2つずつで見ると、0と1ですね。0の num が u で1のローが大きいですので、この1、すみません、これはルートだからルートカウントしないですね。1と2を考えると、1の num が、1の num が1ですね。2の、ローが2ですので、1の、2のローが2のナムより大きいですので、1は、アーティクレーションポイントですね。1がなければ別に。1と4を比べると、1のナムが1、4のローが3、3は1より大きいですので、1がアーティクレーションポイントです。4と3の字ですね。これはナムが3で、これはローが4ですので、4がアーティクレーションポイント。で、4と5は同じですね。で、ここに変が追加した場合ですね。この変化を追加しましょう。この変化を追加すると、num とローがちょっと変わるんですね。0、1、2、3、4、5ですね。で、ここが、num が3なんですけど、続くと、ここに続いて、ここに1に戻る。ですので、この4から DFS を始まると、1に戻る。ですので、DFS ローが1です。で、5も DFS ローが1。で、このペアを見ると、4が U の場合だと、4の num が4。でも、5のローが1。1は4より低いから、4がアーティクレーションノードではないですね。なぜかというと、4がなければ、5がここでグラフに戻ることができる。同じ5と1を比べると、5の num が5。で、1のローが1。1は5より小さいので、5もアーティクレーションポイントではないね。5がなければ、1がまだグラフにつなぎます。
これは、もう少し、もう一度見てみましょう。この大きなグラフでちょっと見てみましょう。DFS が0から始めます。0から始めて、1にいて、2、3、4、5、6、7ですね。だから DFS ナムが、DFS ナムが1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、0から始めても問題ですね。で、0から1にいて、この1のローが1。2にいて、2のローが2ですね。でも、ちょっと続くと、3にいて、3のローが3で、で、4にいて、3のローが、まあ、これはなんかすみません。ナムが1で、ローが1ですね。ナムが1で、ナムが2で、ローが2。で、ナムが3で、ローが3。で、これはナムが4で、ローが4。で、これはナムが5で、ローが5。で、これ終わりから戻る。で、これ戻って、まだ終わってないですね。なんか次はこの、まあ、これを持ち着して、これ持ち着して、これ着して、これ着して、じゃあ次はこれ着する。これを着すると、このローが3よりのローが、このナムが3より小さいから、3から行くと3のローが実は1ですね。4じゃなくて1。3から1に届くことができます。で、ここに戻って、このローが1ですので、実は2から1ができ、つながることができます。ですので、この2のローが1となります。ですね。で、2と2と戻ると、これもなんかローが1となります。で、こう、まあ、ここはまずこれ続くと、2と5が、このナムが、6になりまして、まあ、このローも6ですね。で、5が6にいて、このナムが7にいて、このローが7で、で、ここが、ナムが8になって、ローが8。でも、ここに行くと6ですので、これ戻って、ローが6になって、ここもローが6になる。ですので、これ戻って、これが終わったので、このナムが、このローと同じですので、この5が、エッジとなり、そのエッジとなりますですね。だから、ローが、ここは1。1。5です。あ、ごめんなさい。これも1ですね。ここが5。で、5が6。で、これが6とこれが6ですね。で、なんか8と、これとこれを比べると、このローがこの、この L より大きいだから、これはチコレーションポイントじゃない。これがこれと比べて、7が6より大きいので、これはチコレーションポイントじゃない。これ6と6が一緒だから、これはチコレーションポイントですね。これは3と、6ですので、この6が3より大きいなので、これがアティクレーションポイントだとわかります。で、この3と1が、3の方が大きいですね。これを、ここはアティクレーションポイントではない。でも、ここでアティクレーションポイントになる。この4とこの5を比べると、この5の方が大きいなので、この3がアティクレーションポイントになる。ですので、このグラフのアティクレーションポイントが、この3つですね。3と、2と、2と、5ですね。アティクレーションポイントとなります。だいたいわかりましたか？なんか、いて、あと DFS にいて、帰るときに、子供とアティクレーションポイントの数を比較すること、比較します。じゃあ、これの実装を見てみましょう。
ちょっとこれはなんか字がちっちゃいですが、この実装のキーポイントを見てみましょう。その後でなんかその資料をダウンロードして、これをもう少し近くで勉強してください。まあ、このアーティキュレーションっていうのは DFS ですね。その変更したのタージャンの DFS です。で、最初が DFS NUM と DFS LOW がカウンターですね。NUM がいつもカウンターで上がるけど、LOW の初期値がカウンターと同じです。ですね。で、DFS のようにすべてのエッジをテストします。V がその辺の、頂点を取って、で、ま、もしまだ Unvisited してるならスキープするんですけどね。Unvisited の場合だと、その、親をチェックしますですね。親が、あと、親が必要ですね。なんか親が、あと、NUM と比較しないからですね。で、ルート、U が、親がルートの場合ですと、その、ルートの子供が増やす。なんか、ルートは特別なケースなんですけど、ルートが、サブトリが違う子供が一つ以上であれば、ルートがアーティクレーションローとなるんですね。この下の特別なケースです。アーティクレーションベーテックス1。あ、すみません。ルート3エッジですね。大きければ。これはここになんかそのルートの特別なケースをカウントしている。で、これは、サイキカスですね。これはリクエッション。で、これを戻る。すべてのリカーションをした後に終わりましたね。ですね。なんかこの頂点の下のすべての DFS が終わりました。で、それを戻って、その子供のノードを、このノードのローをチェックする。この子供のノードのローが自分より大きければ、自分が、アーティクレーションポイントになる。ですね。で、子供のローが自分より必ず大きければ、イコールじゃなくて大きければ、なんか、そのエッジが、その、ブリッジとなります。ですね。で、最後に、子供のローが自分のローより小さければ、自分のローをアップデートする。ですね。このあたりですね。なんか、677が小さいローを見つけて、6のローをアップデートする。ここも同じく。3が小さいローを見つけて、2のローと1のローをアップデートする。ですね。で、これは、なんか一つの子供の処理が終わって、戻って、まあ、もうビジットされた、子供の場合ですと、その DFS ローをアップデートするんですね。これだけで変えると、アーティクレーションポイントを全ていく。まあ、アルゴリスムはやや分かりにくいかもしれないんですが、プログラムはそんなに長くないですね。これはよく、みんな覚えていてほしいところなんですけど、このプログラミングコンテストの、アルゴリスムが一生懸命考えて見つかったら、実装はそんなに長くないですね。考えるのはある程度なんか、パッと答えを見つかるためにかかるかもしれないけど、実装が長くない。実装が長いだと、なんか変なことが入っている可能性があります。じゃあ、次、いきます。で、前のアルゴリスムを使うのもう一つ問題ね。なんか、アーティクレーションポイントだけじゃなくて、strongly connected components についてお話しします。なんか、最初は connected component の話しましたですね。connected component がグラフのつないでる場所とつないでない場所の話です。strongly connected component が、さっきの話のもう少し、絞った話ですね。あるグラフ、このグラフはダイレクトですね。strongly connected component が、directed グラフの V です。で、directed の V が、については、strongly connected component が V のサブセットで、で、そのサブセットのすべてのエレメントが IJ。IJ がサブセットに入って、あ、これは IJ。IJ サブセットに入って、I から J のパスも、J から I のパスもあります。そのサブセット。例えば、なんか、方向性のないグラフが、strongly connected component がないですね。方向性のあるグラフですね。例えば、この頂点だと、他の頂点から来ないので、これは一つの SCC。これは SCC の位置ですね。
で、この頂点だと、このコンポネントだと、この3つの頂点だと、ここからここに行きます。ここからここに行きます。ここからここに行きます。これぐるぐるぐる回ることができますので、これが SCC の2ですね。で、ここは SCC の3ですね。ここからここにどんどんぐるぐる回ることができます。戻ることはできません。ですので、これは SCC の3です。では、そのストロングリコネクテッドコンポネントがどういうふうに見つかることができますでしょうか。ちょっと考えてみてください。ヒントは、前の、ブリッジとアーチュクレーションポイントのアルゴリズムを使います。では、続きます。はい。ストロングリコネクテッドコンポネントを見つかるために、以下のアルゴリズムを使います。まあ、アイディアとしては、タージン法を変更して、ストロングリコネクテッドコンポネントをキープします。まず、新しい頂点 U をビジットするときに、U をスタックに入れる。ですね。で、DFS ローが、前が、DFS ローがアップデートしたときに、と、親が、あと、アップデートしたときに、見つけたときにアップデートしたんですけど、今回が DFS ローが、もうビジテッドした頂点のみアップデートします。ですね。で、U がすべて DFS 終わったときに、もし U が NumU と DFS minU が同じであれば、つまりここが、これ、この下に、他のキーがあるということですね。これの場合だと U が、SCC のルートとなります。ですので、U までのすべての、SCC の Q のスタックからポップして、それは SCC となります。ですね。ちょっとこれは実際に動かしてみると、分かりやすいかな。こんな感じです。なんか前のグラフを見てみましょう。これは DFS ロー、0の DFS ローが0。で、最初は0の DFS サムが0ですね。で、1が DFS ローが1で、で、0をスタックに入れます。で、1をスタックに入れます。DF サムも1。で、2が2をスタックに入れて、DFS ローが2で、DF サムが2。で、3が3スタックに入れて、DFS ローが、DFS、あ、これは num ですね。DFS num。すみません。DFS num が3で、DFS ローが3。で、1をビジットすると、DFS ローが1に戻ります。で、2に戻って、2の DFS ローが1に戻ります。あ、これは、はい、そうですね。で、次は4でいきます。4がスタックに入れて、DFS num が4で、DFS ローが4ですね。5は5をスタックに入れて、5、5。6はスタックに入れて、6、6。で、7はスタックに入れて、7、7。あと6と7をスタックに入れて。で、7が4に見つけたので、DFS ローが4になります。で、これはローが DFS num が4になります。5が DFS4 になります。で、4が DFS num がアップデートしないで、で、これは4の DFS が終わりました。4の DFS がですね、ここで終わりましたですね。なんかここを全部回してるから。で、これを戻って、4の DFS が終わりました。で、4の DFS が終わって、ローと num が同じです。ですので、4が SCC のルートです。だから4からすべてポップして、これは SCC になります。SCC1 ですね。はい、全部ポップしました。4,5,6,7。で、次は2行って、3がもう、あと、
3がもう、DFS が終わって、で、2も DFS が終わりました。で、2は1と2なので同じであるんですね。で、2を終わって1に戻る。1は DFS が終わりました。で、1はローとナムが同じですので、1も SCC のルートとなります。ですので、これは全てをポップする。SCC2 が123ですね。で、これ終わって0の、DFS が終わりました。で、0も同じですから、SCC3 がこれを全部ポップします。だから0となります。SCC3 と SCC1 と SCC2。っていうことですね。はい。これでなんかちょっと SCC のアルゴリズムが分かりましたか。じゃあ実装方法を見てみましょう。あ、ここはプログラムでなかったか。まあ、こんな感じで、ロートさんを入れれば大丈夫です。まあ、そのスタックだけ入れれば、なんかその前のコードにスタック入れれば結構です。じゃあ、最後にミニマルスパニングツリーの、問題を、課題を紹介したいですね。これはこの授業の最後の課題となります。ミニマルスパニングツリーって何かというと、スパニングツリーが、変のセットのサブセットです。変のセット E が、変のサブセットは E' です。で、G がキーになるサブセットですね。つまり、この E' がすべての頂点をつないでサイクルがない。例えば、このグラフを見ると、このエッジとこのエッジとこのエッジとこのエッジを取ると、これはスパニングツリーの一つですね。あともう一つがこのエッジとこのエッジとこのエッジとこのエッジ。あともう一つこれとこれとこれとこれですね。これはすべてスパニングツリー。あるグラフに対していくつかのスパニングツリーがあります。ちなみに DFS をやると、DFS のサクセスの変だけを取ると、それはスパニングツリーの一つです。だから、スパニングツリーを計算するのはすごい簡単です。DFS がスパニングツリーを計算する。まあ、BFS も考えれば、スパニングツリーを計算するんです。その中に、ミニマルスパニングツリー、一番コストが低いスパニングツリーが、そのスパニングツリーの中で全ての、変異の重みを足して、ミニマルとなります。ですね。ここだと、なんかこのスパニングツリーのコストが、6プラス6、12。プラス4、16、プラス2が18ですね。これが、このグラフの中のミニマルになるイスパニングツリーです。これはミニマルではないですね。じゃあ、ミニマルイスパニングツリーがどういうふうに計算ができます。まあ、まず、ミニマルイスパニングツリーとどの問題が出てくるかというと、なんかそのインフラストラクチャーをすべてを、なんか最低のコスト、なんか最短のコストで、インフラストラクチャーをつながる問題とかですね。で、いくつかのバリエーションがある。今日はなんかいくつかの、MST のバリエーションを勉強します。MST が2つの主なアルゴリズムがある。両方がグリーディ法ですね。クルスカル法が、エッジリストに基づいています。で、プリム法が、ベーテックスリストに基づいています。じゃあ、まずクリスタル法を見てみましょう。クルスカル法が、まあ、エッジリスト、一番最初に見たエッジリストのデータ構造。エッジリストを、すべてのグラフの辺を取って、その辺が重みでソートします。ですね。で、重みをソートして、重みが低い辺から、一つずつ、グラフに追加してみます。ですね。これは、まあ、この1、2、3、4ですね。まず、すべての変異をソートして、で、一番の小さいな、そのソートの中から、一番小さい変から、どんどん MST のを入れてみます。ですね。これをループします。まあ、こんな感じですね。この変異の中で、一番小さいのは2です。だから、それを MST に入れる。で、次、一番小さいが4ですね。
で、次はこの4もあるんですけど、この4が MST、サイクルになるから MST にならないから、これを使わない。ですので、次の一番低い、辺がこの6。で、次の一番低いので辺がこの6で、で、ここで、MST が、コンプリートになりました。アルゴリズムがこんな感じです。まあ、このクルスカル法がユニオンファインドを使いますよね。なんでユニオンファインドを使うかというと、なんかその新しい辺が、MST に、O of each で、MST に入るかどうかですね。じゃあ、ベクタルが、まあ、これはエッジリスト、一番最初に見たエッジリスト。で、まずはエッジリストをソートするですね。ウェイトでエッジリストをソートする。次は、MST コストが0にする。で、すべて、ユニオンファインドを作ります。そのユニオンファインドがすべての頂点を入れます。頂点がエッジリストに入ってる、なんかその、ミニマルスパニングツリーに入ってるかどうかをテストすることです。で、このループでエッジリストにループします。それぞれのエッジリストの中にそれぞれの辺に対しては、まずその i と j がもう一緒になってるかどうか。一緒になってる場合だと、スキップする。一緒になってない場合だと、アドします。それだけで。これをループすると、最後の MST コストを計算します。まあ結構簡単なアルゴリズムですね。じゃあ次は、プリム法を見てみましょう。プリム法のアイディアが、辺向きじゃなくて、頂点向きです。ですね。で、プリム法のアイディアが、一つずつ MST に頂点を入れる。ですね。で、その頂点で、これは、BST に近いんですが、その BST と違って、ルートから近い頂点から追加するんじゃなくて、なんかその、今の BST の中の一番コストが低いエッジを次にビジットするんですね。だから、まずルートを MST に入れる。で、ルートから出てる、辺をすべて、プライオリティキューに入れます。で、そのプライオリティキューのウェイトが少ない辺を次にビジットする。ですね。で、戻って、なんか、新しい、まだビジットしてない頂点であれば、その頂点の辺をプライオリティキューに入れて、そのプライオリティキューが自動的に辺を重みに対して、ソートをする。ですので、これはなんか戻ります。まあ、アイディアとしては、まだ、ルート、まあ、例えば、ここはルートで、ルートからすべての辺を入れる。ですね。じゃあ、重みの低い辺が、例えば、ここだと、このノードをビジットします。あ、ごめんなさい。このノードをビジットしましたね。じゃあ、このノードをビジットしました。で、このノードをビジットしましたので、この辺とこの辺を入れます。で、Q に入っている辺の中では、一番コストが低いのはこの2。ですので、次はこの2をビジットします。で、この2が新しい辺を入れないので、次一番コストが低いのはこの4。だけど、この4が新しい頂点を見ないので、これをスキップして、じゃあ次は例えばこの辺ですね。この辺をビジットして、新しい頂点をビジットしましたので、この辺を入れます。じゃあ、この辺とこの辺とこの辺の間に一番安いのはこの6ですので、次はこの6で MST を入れます。ですね。ですので、プリム法がどんどん一つずつ頂点を入れていきます。プリムのアルゴリズムがこんな感じです。お、大丈夫かな、はい、これは、まあ、あと、ビジットしたかどうかの頂点で、で、これはその辺の Q です。で、まず、プリプロセッシングとしては、ルートを、ビジットします。で、ルートをビジットしたに、ルートのすべての辺をプライオリティ Q に入れます。ですね、
で、あ、ごめんなさい。この taking が priority、この、これがなんかその MST ですね。MST。で、その MST を入れて、ゼロをプロセスして、で、コストがゼロにする。で、Q が、変の Q がなんか入っている間に、ポップして、で、あと新しい頂点をビジットして、繰り返すわけです。まあ、幅より探索ですので、これはまあ、フォアループですね。ワイルループとなります。まあ、MS、プリム法も、クルスカル法も、両方が、コストが、同じコストですので、どちらが自分が、やりやすいと思ったら、そっちからやってみてください。まあ、問題に対しては、エッジで預かりしやすい問題もあるし、頂点で預かりやすい問題があるので、問題を見て、プリムを使うか、クルスカルを使うかを考えてください。じゃあ、MST でどんな問題を解けるのかを少し話します。例えば、ミニマルスパニングツリーじゃなくて、マクシマルスパニングツリー。まあ、これは簡単ですよね。ウェイトを逆にすれば、それを解くことができます。あと、なんかもう一つのよくあるバリアントが、一つのスパニングツリーじゃなくて、スパニングフォレスト。スパニングフォレストがこのイメージのように、いくつかのルートがあって、それぞれのルートに対して、そのスパニングツリーを作ります。ルートとルートがつなげません。ですね。ルートからつなげばもう結構ですので、それをなんかミニマルと。例えば、このノードとこのノードの中に、このノードが、ここから1でつないでるので、このスパニングツリーに入らない。で、このノードが、ここは2、3、4でつないでるので、ここで入れます。ですね。これは、これを解くには、アイディアとしては、プリプロセッシングで、これは多分プリムの方、プリムスで、解きやすいですね。プリムスでこの3つのノードをプリプロセスして、もう、終わりですね。あと、これはちょっと面白いですね。なんか、これはミニマルスパニングツリーじゃなくて、セコンドベストのスパニングツリー。これは、なんかその、まあ、インフラストラクチャーの計画で、スパニング、ミニマルスパニングツリーが一番安いなんですけど、プラン B が必要な時に、あと2番安いミニマルスパニングツリーを計算したいですね。これはなんかアルゴリズムは難しくない。まず、MST、ミニマルスパニングツリーを計算します。で、次は、すべての頂点をループして、その頂点を抜けて、もう一度ミニマルスパニングツリーをやる。ですので、すみません。すべての頂点じゃなくて、すべての辺ですね。その辺を抜けて、もう一度ミニマルスパニングツリーをやる。そうすると、いくつかのサブスパニングツリーをできるので、そのサブスパニングツリーの中で、一番安いものが2番目の安いスパニングツリーとなります。では、これは、まあ、みんなに対しての質問です。このアルゴリズムが、2番目のスパニングツリーを見つかる、安いスパニングツリーを見つかるけど、このリストから3番目を取るとは答えが間違っている。じゃあ、このアルゴリズムも汎用化して、N 番目のスパニングツリー、安いスパニングツリーはどういうふうに見つかるのか考えてみてください。これはこちらから答えないので、自分で考えてみるとすごく面白い。これは解けると本当にこのスパニングツリーが理解できたかどうかを示すことができます。で、最後が、これです。ミニマックスマスですね。多分皆さんもう最短経路の話聞いたことがあると思うんですけど、最短経路が経路のウェイトの足し算が、最短ですね。例えば、このグラフの中だと、最短経路がこのグレーです。ですね。50プラス90プラス40ことが、180ですね。他を、なんかどの経路をやってもこれをやるより安いことはないです。まあでも最短経路じゃなくて、
なんかミニマックス最短経路。ミニマックス最短経路の定義が、経路の中の一番高いウェイトをミニマルにしたいですね。例えばこのグレーのパスが一番大きなウェイトが90ですね。でもこの赤いのパスが一番大きなのは80ですので、グレーより赤いの方がミニマックス経路で安いですね。このミニマックス経路でどこが使うかというと、例えばこれはコストじゃなくてキャパシティと考えるとですね、なんかそのキャパシティが限定する場合だと、例えばなんかそのスピードが超えない道、このある程度のスピードが超えない道を見つけたいですね。それは最短経路じゃなくて、コスト。あとは例えばなんかこれは、0から1にいて、これが温度です。0から6までで温度がある程度が超えないパスを見つけたい。それはミニマックスのパスのコストとなります。では皆さん、ミニマックスのパスのコストがどうやって解くのかですね。難しくないので、少しだけ考えてみてください。じゃあ、続きます。ミニマックスパスコストが MST で簡単に解けられます。まずが G の MST、ミニマルスパニングツリーを計算するですね。その MST が全てのミニマルのコストが入ってますので、I から J、MST だけの中だけで I から J の経路見つかると、それが I から J のミニマックス経路となります。簡単ですね。ですので、例えばこのグラフの中の MST がこの赤の辺ですので、この赤の辺が0から6のパスを見つかると、これは0から6のミニマックスの経路となります。見てる通りに MST から自動的にウェイトが大きな辺を抜けている。まあ、このアルゴリズムを証明するのは面白いので、なんか数学が好きな人はぜひこのアルゴリズムを証明してみてください。じゃあ、では、今日の授業がこれで終わります。サマリーというと、今回が、いくつかのグラフ問題の種類を見ました。でも、いくつかの種類の問題を見たんですけど、多分みんな分かったと思うんですが、ほとんどのアルゴリズムが BFS か DFS プラスなんとか。ですので、BFS と DFS がグラフアルゴリズムの、なんか、ご飯と考えて、少しだけの数を入れればアルゴリズムができました。で、今日は見たのは、Connected Components と Fluid Field で Topological と Top Sort と Articulation Point と Minimal Spanning Tree ですね。で、ちょっとまあ、みんな覚えていてほしいので、なんか実際に課題を解けるなら、なんか前も言いましたんですけど、その意地悪ケース、ワーストケースを考えないといけない。グラフの場合だと、どんなワーストケースがあるかとかですね。まず、一つの頂点しかないグラフとか、一つのエッジ。あ、これちょっと間違い。なんか、これは0から1のエッジしかないのグラフ。あとは、頂点が0しかないのグラフですね。あと、アンコネクテッドグラフ。課題によっては、グラフがアンコネクテッドができると、難しくできるか、それとも、なんか、解がないっていうことがあるので、それを気をつけてください。あと、前の、BFS と、DFS が、単純に実装すると、セルフループとダブルエッジがある場合だと、あれはいろいろなバグが出てきます。なお、ほとんどの課題がセルフループがないとか、ダブルエッジがないとかで、なんとか書いてるので、その場合だとまあいいけど、セルフループとダブルエッジがある可能性があるの場合だと、それを気をつけましょう。では、来週が、なんか、まあ、経路の探索、グラフの中に経路の探索のアルゴリズムをいくつか見るんですね。ショーテストパスとか、ネットワークフローとか、あとはマッチングですね。まあ、グラフの全般的なヒント、まあ、毎回言うんですけど、特にグラフの場合ですと、それすべてのなんかタージャン法とか、クルスカル法とか、プリム法とかは、
少しで変えていろいろなグラフで使いますので、ぜひ自分のコードライブラリで実装してみてください。では今回の課題を簡単に紹介します。ドミネーターは従業の最初に説明しましたので、これだけをスキップする。じゃあ、フォワーディングメイリス。フォワーディングメイリスのアイディアは、N 人がいます。で、その N 人の中に、一人ずつが、人 AI が必ず人 J にメールを転送する。だから、1は必ず3にメールを転送する。3が必ず5に転送する。2が必ず1に転送する。4が必ず1に転送する。ですね。では、あなたは、長いメールのチェーンが作りたい。ですので、どこから始めればいい？ですね。出力が、0から N に、メールのチェーンが長くなる、転送のチェーンが長くなる、K のインデックス。ですね。この問題だと、時間制限が短いし、N が大きいなので、これは O of N の、解を見つけないと多分難しいですね。なので、どういうふうに、これは見つけたいのは、ループがあった場合だと、それはすぐチェックして、どういうふうに、その K の長さを計算できるのか。次は、オーダリングとパラスガーツですね。オーダリングが、あるグラフがあって、これはアシクリックグラフ、これはトップソートですね。このもオーダリングは結構直接の問題なんですけど、あるグラフについて、そのグラフのすべてのトップソートを、リストしてください。従業だと、従業で説明したアルゴリズムが、あるグラフに対して一つのトップソートをリストする。で、今回の問題だと、あるグラフに対して全てのトップソートをリストしてください。ですので、授業で説明したアルゴリズムをもう少し汎用的で変えれば、オーダリングが解くことができます。で、次はパラスガーツ。パラスガーツは面白いです。あるマッチに対して、おまわりさんが配布する。で、おまわりさんを配布するルールが2つある。すべての道が一つの回りさんが必要。あと、それぞれの道が一つの回りさん以上はダメですね。だから、そのルールを守るために、どういうふうにお回りさんを配布すればいいのか。ね、お回りさんが置ける場所が頂点。で、道が変と考えれば、そのお回りさんがある変に、必ずお回りさんがあって、おまわりさん一つ以上がないように入れましょう。なお、この、パラスガーツの課題が、配布方法がない場合もありますので、それを気をつけてください。で、次は、ドーブズ&ボンブス。ドーブズ&ボンブスが、あるマッチ、電車の地図ですね。駅 A から駅 B、駅 B から駅 C。XC から AQD とかですね。で、そのグラフの中で、一つの駅をボームする。一つの駅を爆弾していなくなる。で、その爆弾する駅を選択しないといけないですね。どういうふうに選択するかというと、その、なんていう、グラフ、コネクテッドコンポネントが多くなる。つまり、もちろん、爆弾する駅が、なんていう、その、アーティクレーションポイントになるんですが、アーティクレーションポイントだけじゃなくて、一番コネクテッドコンポネントが多くなるアーティクレーションポイントを選択しないといけない。それはどうすればいいのか。あと、カムアンドゴーも、街のロードですので、その街のロードがストロングリーコネクテッドであるかどうかをチェックする。つまり、そのストロングリーコネクテッドコンポネントが一つであるか複数であるかをテストすることが必要。次は、ACM コンテスト and blackout。これが、2つの、
まあ、その学校のいくつかがあって、そして、電圧障がある。で、電圧障ができるだけ簡単なつながりで、すべての学校につなげて、つないでほしい。で、この問題を認めることが、その一番安いつなぎ方法と二番安いつなぎ方法。これはまあ先ほど話しましたですね。それは実際に実装しないといけない。で、これは最後です。この問題はちょっとチャレンジングですので、ぜひ、これを解けてみてください。この問題がアンシエントメッセージという。アイディアとしてはこの画像にあります。このか、インプットが、ピクセル画像ですね。例えばこれはあとインプットの例です。これはインプットの例です。で、この画像の中で、このキャラクターと、このキャラクターと、このキャラクターがあります。で、これを見ると、こちらのキャラクターが、ウンク、A ですね。これのキャラクターが、ウォス、W。で、これのキャラクターが、アケット、K。つまり、一つの画像に出てくる文字を認識する。文字認識の問題です。ただし、文字認識なのに、この問題がいきりニューラルネットワークがいりません。これは、ただのグラフ問題です。でも、どういうふうにグラフで、解けるのか、これは、この問題のチャレンジです。ヒントは、まず、インプットがビットなんですけど、これはエクサなので、最初はエクサから、このビットマップに変更すること必要があります。ですね。で、まずは、それを、なんか、インプットが処理した後に、一つを解けないといけないのは、一つの画像に、なんか、キャラクターいくつかあるのかを、カウントしないといけない。キャラクター、どのキャラクターであるかの前に、キャラクターの数を数えてください。キャラクターの数はちゃんと数えれば、キャラクターの、認識方法も考えるでしょう。あと、なんか、問題文には、キャラクター、その、画像データのルールがあるので、そのルールはちゃんと見てください。ルールはよく解析すると、認識方法のヒントとなります。これはぜひ、解けてみてください。では、これは最後となりましたので、ここで、ビデオを終わります。皆さん、今週の課題を頑張ってください。以上です。